顔出しとくといいよ。わかりました。ちょいちょい骨、骨っていうか友達作りですね。じゃあ女子がいないから、ミックス出てくれば絶対ないから、私もちょっと用意したいけど、ちょっとなんか今年は無理だな。去年もテニス部入るんですか。でもそれでも、あ、本当、あ、じゃあもう今もやってるとか。ずっとやってます。小2からずっとやってて。おお、じゃあすごい上手いの。いや、そんな上手くない。でもまだまだ。出たくない試合でとか。まあそれなりに普通に試合はラリーとかできる感じ。ただ試合で、打ち込んだら勝ってこないんで。ああ、まあでも。でも。もうちょっと上手くなすごい、今日も大人なんだ、急に強くなったんだ。まだちょっと体がちっちゃいんで、そうそうそう、力が、そうそう、変なことできないよね。体の使い方もまだよく分かって、泳ぎだったら割とみんな試合行ってるじゃん。大学あれでも、大学の時あんまりやってない。なんか矢崎さん、もう一人27ぐらいの人が春日部教員で、中学はどこだって言ってたっけ、星ヶ谷だったっけ。で、今やつかに結婚した、やつかで埼玉話、埼玉話来た、俺高校、稲学園だよ。稲学園、うん、あ、そうなんですか。稲学の2期生。あー、2期生2期生だいぶ最初の振り株、めっちゃ振り株。いや、もう創立先輩がいない。そうなんだ、ね、40年ぐらい経つ。40年ぐらい経つね。すごいね、30年経つ。でも当時はまだテニスコートがなくて。あ、そうなんですか。 学校内に俺、2年生の春に12年できました。一気に進んでる。一気に進んでる。でも、それまではずっと工事中で。じゃあ、お姉ちゃん行くせる。だから、なんか先輩がいないから。面倒くさいって関係がないから。ピカピカの。私たちの学年とかそうだ。だから子供の数も多いし。陸上じゃない。新設校で、お母さんと一年目に新設校もバンバンできて。なんか、立ち上げてしまうんだけど。東京とかでもそうだ。スポーツ大学とかバンバン出てくるから。サイトとか強くて当たり前なんだ。バンバン立って今なんか人が入んなくて不安になっちゃった。じゃあブレスト行こうか。ブレストやるんだったらやりな。ブレ入れる、入れるよ。あ、いいよ。じゃあ最初ブレ入るよ。なんか狙ってやってくれたら。そう、うん、あんまり